おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日もお茶いただきます。今日も麦茶です。 OK グーグル、今日の天気は？今日の港区は予想最高気温26度、最低気温19度で曇り時々晴れでしょう。現在気温23度、晴れです。20度後半で安定してきたな。はい、今日はシンプルにウインナーをいただきます。はい、本日の昼食はマックです。マック食べたいって言ったからね、はい、うん、決して気抜きなわけだ。そうそうそう、マックが食いたかった。特にこのポテトが食いたかった。そうね、うん、それではいただきます。どうぞ。なんかね、今日期間限定のナゲットのソースがあるね。オトワの焦がし醤油オニオンソースと、なんか淡白クリーミーチーズソース、うん、美味しそう。変わってね、どっちが好きかな、うん、食べてみよう、うん、いただきます。いただきます。はい、大人に焦がし醤油オニオンソース開封してみました。大人の焦がし醤油オニオンソース、オニオンソースオニオンソースって言いにくいね。ははは、やねん。オニオンソース、このちなみにこのオニオンは母ちゃんが後から入れました。やっぱり食感があったら美味しいよね、うん、このソースうまいわね。え、美味しい、うん、ほんでまたトマト合うね。トマトちゃん、そうね、玉ねぎ、玉ねぎ、食感すごいわ。うん、なーに、すごいね。はい、今日もお仕事早めに上がって、今日はね、会社関係の集まりの総会があるので、名古屋駅の方に向かって、母ちゃんに乗せてってもらってます。今日も飲むよ。ね、もういい加減疲れたよ。もう飲みてないよ。うん。仕事だもんね。ね、それではね、今日はいつもね、あのバスで僕が移動するときに、競馬場の前の駅から一本で電車で行けるので、そこまで母ちゃんに乗せてもらいます。はい、送りますよ、はい、もう見えてきたね。うん、早いね、うん、はい、近くのコンビニでちょっとタバコを買って、それではね、今からいつものこの名古屋駅競馬場駅前から、名古屋駅まで、あ、じゃあ名古屋競馬場前の駅から名古屋駅まで行ってみたいと思います。あと10分以上あるな。さすがにこの時間はあんまりみんな乗らないから本数が少ないね。降りてくるということは今電車来たのかな、ちょうど行っちゃったぐらいなのかな。はい、駅のホームに上がってきました。今日はなかなか晴天が続いてますが、青い空は見えないね。まあとりあえずあと10分ぐらい電車が来るのを待ちましょう。はい、名古屋駅に到着しました。ここからはね、 GH5 じゃなくて、GoPro で撮っていきたいと思います。さすがにね、これだけの人だかりがある中で GH5 で撮影はちょっとやらしいので、GoPro に切り替えていきたいと思います。それではね、カバンにこう POV して、こんな感じで歩いていきたいと思います。今降りてきたのはね、青波線から降りるとこの太閤通り口っていうところになります。これ曲がってすぐにね、新幹線の乗り口があって、その新幹線の入り口とはね、今日は反対の方、最近名古屋駅にできた切手っていうところもね、新しくできたビルがあるんですけど、そちら側、今いるところとは名古屋駅でいうと反対側に行きたいと思います。ちょっと混むんで、ちょっと下通っていこうかな。こっち行くと意外と早いんだよね。こうたまにね、あの出張とかグルドンのオフ会とかでね、帰ってきて昼飯食べるのがこの駅面通り。今日は、食べるわけじゃないですけど、
この通りを抜けて、ここがね意外と空いてて移動しやすいんですが、はい、ちょいちょい変わるね。地下涼しいね、めちゃめちゃ汗かいてるけど、あ、ここ前あの煮干しのラーメン食べたりとか、あ、すごく涼しくて快適ですね。結構お寿司とかも美味しそうだね。ここは蕎麦屋さん、結構日本酒も置いてあるんで、こっち側はあんまり来たことないな。あとあるのは、ここはうなぎ、うなぎのお店ですね。2500円だったらまあ普通お値段かな。こっからも上がらなきゃいけないね。これでだいぶ混んでるところを抜けてきましたね。これで、ゲートタワーホテル、そっちの方に行く予定なんですが、もともとね、郵便局があった方に、そのキッケっていうねビルができたんですけど、そこを抜けてねちょっと行った先に今日の通常総会の会場があるんですが、もうここからね出ると多分暑いんだろうな。最近できたばっかりでね、ちょっとねまだ名古屋駅の中の全体を把握できてないんだよな。多分こっちでいいはずなんだけど、なるべく外へ出ずに移動する道を覚えたいけど、人が多いから歩きづらいな。東京へ行くほどではないけど、こっちはいいはずなんだけど、ここはポップコーンのお店かな。あれ結局外出ちゃうのか、これ外出ないといけないっぽいな。あ、ここもポップコーン、ギャレットポップコーン、初めてここにあったんだ、知らなかったな。で1回出て、めちゃくちゃ暑いな、今日は湿気がすごい。これね先に渡っといた方がいいかな。あっつ、湿気がすごすぎる。そろそろこれ撮ってると知ってる人に会いそうだな。あ、ちょうどいい感じで信号変わりそう。いけるな。こっちが点滅しだしたんで、そろそろ変わるかな。お、変わった。今正面に見えるビルもね、名古屋ビルディングが、一回ね数年前に
去年、一昨年、去年だったかな、新しく建て替えられて、なんかね、結構栄よりも名古屋駅の方が人が集まる場所になってしまいましたね。で、駅に集まるとね、あまり夜遅くまでやらない街になってしまうんですよね。終電でみんな帰っちゃうので。これはなんだ、エホバの証人か。暑いのに大変だね。歩くと結構あるな。もうそろそろかな。あの信号か、信号を右に曲がるとすぐ、今日の会場ですね。あ、ダブル 7.8 ということは、どっちだ、 ZIP FM だったかな。そうだ、 ZIP だね。ジップの車、あれ誰だろう、ルノーがなんか提携してるんだね。名古屋駅でこんなに長く歩きながら撮ったのは初めてかな。嬉しいわ、ちょっと幸せな気分になった。これ、ね、今のこの道をね、まっすぐ行くと、名古屋のね、柳橋の、市場に出る道ですね。はい、いや暑い、汗だくだ。ロイさんのカラオケもなかなか来ないな。ブルドンミーはカラオケルームに集まっても一切歌わないしね。そう、この今ね、左手にあるのが元郵便局で、今、キッテだったかな、ものすごい高いビル。以前ね、ちょっとこの上で、料理食べてご紹介しましたけど、あ、やっと着いた。それではね、今日はこんなところで、一旦終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。